またあんたか。弱いんだよな、こういう熱いやつも。いかん、血が騒いできちまった。しょうがねえ、一度だけ走ってやる。軽く走るとするか。ドライブがてら軽く流してみるか。やっぱりこの車にしてよかった。まあ、普通に走りゃこんなもんか。そこそこ速いな。何かが一つ足りねえんだよな。ついてくれてるじゃねえか。もうちょい飛ばすか。足回りのチェックはこんなもんか。この車をどういう方法に仕上げるか悩む。そらよ、ちょっとだけコーナー攻め込んでみるか。ピンとこねえ。バカが峠の追っかけっこじゃねえかよ。おっと、想像してたよりはるかにいいバトルだった。久々にしびれた。
に？どういうことだ？親父さんはどうした？アキナの下りで RX7 に勝ってこいって言われただけだから、他には何も言われてないですよ。なんだって？お前が運転するのか？勝てるのか？まあやってみないと分かんないけど。若いな、随分。名前は藤原匠。覚えとくぜ。俺は高橋圭介。アドレナリン全開の最大ブーストでぶっちぎってやら。タイヤの手応えはまだある。ここはイケイケだぜ。俺の全開はこんなもんじゃねえぜ。煽られてる気がするぜ。まるでハイローレみたいに張り付いてきやがる。ついてきてやがる。甘いぜ。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。やつの車が近づいてる。振り切ってやる。絶対逃がさねえぞ。わっしゃ。RX7 をワクワクしながら追っかけてた。運転が面白いなんて思ったことなかったのにな。